はい、じゃあ豚に乗ってもらいます。さあ誰が一番最初に出るか。さあ誰がさ、はい、トップ、じゅんちゃんがトップか、パンサーさんが2。さあ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 、あ、結構みんな、あ、いいじゃん、いいよいいよいい感じだよ。ロペラさんインをついて、はいはいはい、あ、1に繰り上がりそうだね。コンコン、コンショー、どうも、タンショーです。今回は第1回障害物レースを開催したいと思います。1周が 400m になってます。まず最初にこちら、クモの巣をちょっとくぐってもらう形だね。はい、くぐってもらって、ドアをこうくぐり抜けていくと、はい、まずは1つ目で、くぐり抜けた後に、豚に乗ってもらいます。豚に乗ってもらいます。中に人参付きの棒が入っているので、まあそれで豚に乗って走ってってもらうと。はい、でコースを走ってってもらって、で走ってってもらった後にここで豚は降りてもらいます。はい、でその後に壁があります。これをドベンチャーにしましょう。はい、殴って壊して前に進んでいくと、はい、まあ1個でも大丈夫かな。はい、壊して前に進んでいくと、はい、でその後はこちらちょっとはしごを伸ばってってもらって、はい、でその後にこちらケーキを食べてもらいます。ケーキ2個分ね。はい、これを食べてもらいます。はい、全部食べないと失格になります。はい、食べた後はこちらソウルサンド、はい、でその後にジャンプして、水ステージ、はい、こちらの方を泳いで行ってもらいます。はいはい、ちょっと逆流してるので非常に走りづらい。はい、走りづらいというか泳いづらいね。その後は壁ジャンプがあります。はい、結構難しいかなこの辺は。うん結構難しいね。はい、実際言うと、はいはい、これをジャンプして乗って上まで行きます。壁を越えてもらいます。で壁を越えた後はこの後は、まあ、ハードルみたいな、クモの巣ハードルになってます。はい、失敗するとクモの巣に引っかかります。まあ、引っかからないようにね、手前からジャンプして、網に、ハードルの網に乗っかるのが、鉄格子か。うん。鉄格子に乗ってもらう。はい。うん。まあ、この辺は結構アスレになってます。はい、その後走っててもらって、まあ、最後のコーナーだね。はい、最終コーナー。まあ、ジャンプが得意な人は手前からインついてクモの巣をこうジャンプして抜けていくと。自分はちょっとあまり得意じゃないので、うん、で得意じゃない人は大外からこちらね、はい、若干氷で早く走れるようになってます。はい、これあるので、まあ外側からこうつくか、まあインをついてジャンプしていくか、どっちかですね。はい、行ってもらいます。で最後に地雷原があります。はい、踏むと体力が半分ぐらいになりますが、うまく使えば前に進めます。前に結構こううまくやればちょっとターボかかる感じで前に吹っ飛ぶので、うまく乗れれば、これでちょっと差がつけられるかもしれないね。うまくジャンプしてやれば結構飛ぶので、はい。で、最後にまたクモの巣2つ越えてもらって、ゴールという流れになります。はい。これで1周、だいたい 400m になります。はい。はい。じゃあ、第1のコース。パンサーさん。第2コースが、棒人間さん。わ、いいですね。
第3コース、生カムイさん。おお。はい、第4コース、じゅんちゃんさん。はい、第5コース、ホタルさん。はい、第6コース、ロペラさん。はい、緊張してますか？はい、じゃあ早速いきます。あ、スタート係、はい、丸さんスタート係でお願いします。はい、210スタート。さあ、最初の障害物はこちら、編みくぐってもらって、はいはいはい、まあボタンを押して扉開けて、はい、じゃあ豚に乗ってもらいます。さあ、誰が一番最初に出るか。さあ、誰がさ、はい、トップ、じゅんちゃんがトップか。パンサーさんが2位。さあ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 、あ、結構みんな、あ、いいじゃん、いいよいいよ、いい感じだよ。ロペラさん、インをついて、はいはいはい、あ、1位に繰り上がりそうだね。はい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 。さあ、ここでいい勝負だね。はい、じゅんちゃん、ロペラさん、あ、結構いい勝負だぞ、結構いい勝負だぞ。さあ、誰が出るか、誰が一番出るか。はい、この次はケーキを早食いしてもらいます。ケーキ早食い、ロペラさんが1番、2番がじゅんちゃん、3番ボニゲさん。さあ、ケーキ食べて、さあさあさあ、はい、ロペラさん。はい、みんなケーキ食べて、しっかり食べて。あ、たぶんケーキ残ってるよ、じゅんちゃん。ケーキ残ってます。もうしょうがないな。あー、もう失格ですね。じゅんちゃん失格、ケーキ残ってます。じゅんちゃんは失格です。はい、ロペラさんが1位。あー、ロペラさん詰まってるか。さあさあさあ、あ、さあさあ、どうしたどうした、進めない。はい、ガムさんがトップです。この間にガムさんがトップに出てます。ガムさんがトップ、じゅんちゃんさんも頑張って2位追いかけてはあの失格でございます。失格でございます。はい、ロペラさんはどうした、なんかハマってるぞ、大丈夫か。はい、ガムさんがトップですね。お、地雷、地雷踏んでいく、地雷踏んでいく。さあさあ、そのまま独走してトップか。トップ、そのままトップだね。ガムさんが、ガムさんが1位。はいはいはい、2位がお、2位が一応じゅんちゃんか。まあ一応じゅんちゃん2位だが失格です。はい、パンサーさんが2位。はい、次、はい、どっちだ。ロペラさんが先にゴールで、棒人間さん。最後はなんか一人少なくない。はい、ということで、はい、1位がガムカムイさん、2位がパンサーさん、3位がロペラさん、4位が棒人間さん。ホタルさんはどこ行った。ホタルさんまだいたわ、まだいたわ。ホタルさん頑張って頑張って、まだ終わってない人いた。はいはい、まだ終わってない方がいたね。ホタルさん頑張ってください。さあ、ホタルさん、ホタルさん頑張ってもらえば5位ですよ。じゅんちゃんが失格となってます。じゅんちゃんは食べ残してる、ケーキ食べ残してるからね。ケーキ食べ残してる、空気食べ残してる。ホタルさんはいけないの、もうこれ。はい、ということで、第1回の障害物レースをさせていただきました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今後もね、ちょっとこちらトラックレース使って、他にも競技、レース、いろいろやっていきたいと思いますので、よければ、その際はまたご視聴いただければと思います。はい。ということで、終わりにしたいと思います。じゃあ、またね。バイショー。